港から望む温泉街、高台の温泉街、夕日台の近く、ウトロ温泉は北海道斜里群斜里町ウトロにある温泉、別名を知床温泉とも言う。温泉街は知床半島の西岸、オホーツク海側にウトロ港側と高台に分かれて存在する。ホテルは現在5軒、他に民宿などの中小規模の宿泊施設も多いが、 バブル経済崩壊後長期不況や東日本大震災による経営不振から倒産や廃業、冬季休業を強いられている施設が多く出ている。一方、ウトロの観光船などが発着して、知床観光の拠点にもなっていることから、規模の大きいホテルが多く健在であることも特徴である。高台の温泉街には、共同浴場、夕日台の湯が存在しそこに、 オホーツク海を一望する露天風呂がある。隣接して国設ト床屋営像があり、その敷地内にト床八景の一つに数えられる夕日大展望台がある。他、足湯、足湯、知エト徳がある。ウトロ港側の温泉街にはゴジラガンと手湯、ゴジラの手湯がある。開け湯は1971年でボーリングを実施して源泉開発がされた。 なお、最初のボーリング時の源泉の一つは、高台にある、温泉民宿の敷地内にある。倒産、廃業しれとこ花ホテル、しれとこビューホテル、しれとこ岬ホテルホテルアルバトロスほか、冬季休業夕日のあたる家、ホテル、とこほか。ありがとうございます。